ティルスは地中海東岸の A で、フェニキア人の開港都市ですね。カルタゴはティルスの植民地として、現在のチュニジアの位置、つまり C に建設されています。ポエニ戦争でローマと戦っているので、イタリアのすぐそこと分かりますね。ちなみに B はミレトスで、イオニア植民地です。答えからいくと C、B、A となっている丸6が正解です。では順番通りに見ていきましょう。 C、ヒクソスは中央国末期から活躍する遊牧民ですね。 B、アメンホテプ4世は新王国時代の王で入試でやたら出てきます。 A、カンビセス2世は紀元前6世紀の王様で、紀元前525年にエジプトを征服してオリエント統一を果たしています。ここでアメンホテプ4世の実績をおさらいしておきましょう。まず第一に宗教改革ですね。唯一神アトンを信仰するもので、自らもイクンアトン、つまりイクナトンと自称します。都をテルエルアマルナに移したこともよく聞かれますね。場所はちょうどメンフィスとテーベの間です。さらに写実的な美術スタイルのアマルナ美術が花開いていましたね。そして息子のツタンカーメンの時代にアトン信仰は終わってアモン信仰に回帰しちゃいます。以上は絶対外せません。要暗記です。まずアーはエジプトを脱出、つまり出エジプトで名高いモーセですね。紀元前13世紀に活躍した預言者です。次にイーですが、紀元前1000年頃ヘブライ王国はダビデ王、ソロモン王の時に最盛期を迎えています。以上から正解は ④ とわかりますね。クレオパトラとアントニウスは紀元前31年にアクティウムの海戦でオクタビアヌスに敗れました。これが正解です。丸2、巨大なピラミッドを建設したのは古王国時代の紀元前27世紀頃で、めちゃくちゃ昔です。丸3、唯一神を崇拝する宗教改革を行った、これはおなじみのアメンホテプ4世ですね。新王国時代、紀元前14世紀頃です。丸4、紀元前16世紀前半にテーベの王がヒクソスを破ってエジプトを再統一して新王国時代が始まりました。ってなわけで完全に違いますね。丸1、またまたアメンホテプ4世ですね。イクン・アトンという名前からわかるようにアトン神を崇拝したので違います。丸2、ダビデ王、ソロモン王の時は最盛期なので征服なんてされていません。丸3、マケドニア王のアレクサンドロスは紀元前4世紀後半、つまり紀元前334年からペルシャへ遠征したので OK です。丸4、ササン朝ではゾロアスター教が国教とされたので違います。ゾロアスター教について少し復習しておきましょう。
経典はアベスターで、宇宙の歴史は善の神アフラマズダと悪の神アーリマンの戦いだという善悪二元論の色合いが強く、最終的に善の神が勝利することで最後の審判を迎えるとしています。火を神聖なものとみなすので廃火教とも言われますね。アケメネス朝で信仰され、ササン朝で国教化されました。でも7世紀にイスラム教が出てきてからは衰退していきます。この善悪二元論とか最後の審判っていうのはユダヤ教やキリスト教などにも影響を与えましたね。まず答えは ④ のアケメネス朝とペルセポリスのセットですね。ペルセポリスは紀元前6世紀後半に3代目ダレイオス1世が建設しています。アッシリアは紀元前7世紀前半にオリエントを統一していますが、インダス川にまでは領土は広がっていないですね。ニネベはティグリス川中流なので、もっと西北にあります。